どうも、こんにちは。うぷ主の、月葉です。皆様、ごきげんよう。現場作業員の、あやめだもんね。前回は、編集ミスが多く、お見苦しい点があって申し訳ありませんでした。内容としては、マナを生む花を3種類作って、そのうちの一つケーキムラスを使った初マナ施設を作るために、牛の牧場や、麦畑を作りましたね。ケーキを自動で作れれば一番楽だったんだけど、技術不足だね。そして今回ですが、そのケーキムラスの施設に改良を加えましたので、そのご紹介と、今まで導入しただけでほとんど触っていなかった、アップル&ミルク&ティー、バージョン2、というモッドで遊んでいきます。魔術からは少し離れる回だね。そうなりますね。こちらは、前回の最後にも紹介した、ケーキムラスの初マナ施設です。少し改良して、マナプールの上にスパークを置いて、下にあるカボチャとサトウキビの自動収穫畑のマナプールにマナを供給するようにしました。ここのケーキは手動供給だよ。でですね、ここで作られるマナを自動収穫畑だけでは消費しきらないので、余ったマナを居住区まで運ぶシステムを作っておきました。これですね。と、トロッコにマナプールが乗っとるマナプール付きトロッコというやつです。マナを横のポンプを用いてトロッコのマナプールに組み入れて、居住区までトロッコを走らせます。ここの線路、このトロッコを走らせるために新しく作ったんだよね。一部が島の外側に張り出しとるから、意外と眺めがいいよ。到着したトロッコのマナは、ポンプで隣のマナプールへ吸い出される仕組みですね。このスパークについている、スパークオーグメントは、リセッシブ、という種類のものです。自分のマナプールが空っぽになるまで、他のスパークがついているマナプールへマナを供給します。血じゃないんだ。血、こと、ドミナントのオーグメントとは麻薬の働きをするオーグメントですね。さて、本来なら、新しいボタニアのお花を用いた施設を作るつもりだったのですが、そちらの建築に結構時間を使いそうだったので、脱線です。新しいモッドだね。アップル&ミルク&ティー。リンゴとミルクと紅茶？そうですね。主な内容としては、調理器具や設置可能な食べ物の追加、あと柚子を用いた電池と、その電力で動くいくつかの機械が追加されます。工業化モッドに近いのかな？いくつかの工業化モッドなどとの連携要素もあるようですね。このアップル&ミルク&ティーには和製モッドで、わかりやすい解説サイトがありますので、説明はあっさりでいこうと思います。で、今は何をしとるの？作物の収穫？アップル&ミルク&ティーで追加されたお茶とカシスの木を農業区に植えてあるので、それを収穫していました。もう十分な数ありますので、作業エリアに移りましょう。こちらが、アップル&ミルク&ティー作業エリアです。この部屋、めちゃくちゃ久しぶりに入ったかも。前のシリーズで、ダンスホール的な部屋を作ってください、ってコメントもらって、作った広間だよね。正解です。この部屋が殺風景なので、こちらにアップル&ミルク&ティーの料理や飲み物を並べてパーティー会場っぽくします。オッケー。じゃ、何からしようか。まず、新しいお花の紹介です。こちら、ボタニアの、エクソフレームです。マナを消費して近くのかまどを燃料なしで使えるようにしてくれます。普段はアルスマギカの魔法かまどを使うことが多いけど、ちょっと気軽に精錬したい時は便利かもね。それでは、早速アップル&ミルク&ティーのお料理をしていきましょう。アップル&ミルク&ティーでは、鍋や鉄板などの料理器具が追加されるのですが、まずはクラフトだけで作れる簡単なものから。リンゴ、砂糖、小麦、リンゴのタルト。おお、実績が解除された。実績を埋めるようにプレイしていけば、大体の内容が遊べそうですね。新しく追加されたカシスの実でもタルトが作れるんだね。おお、はじめちょこっと植えちゃうけど、設置できる。というか思ったよりでかい。アップル&ミルク&ティーニの料理は、そこに乗っているだけなので、押したら動きます。近くを通るときは気をつけてくださいね。はーい。カシスのタルトはちゃんと中が紫色だ。そしてちゃんと食べて満腹度を回復することもできます。美味しい。他には何が作れるかな？ジャムなどの中間素材と、それを挟んだサンドイッチとかですね。
ちょっと待って、今パンを焼く実績って。まあ、気にしないでおきましょう。シャキシャキリンゴが挟まった、リンゴサンドができたよ。生卵じゃないか不安になるけど、卵サンドもできたよ。おしゃれなバスケットですね。この調子でいろいろな料理でこの部屋を埋めていきましょう。何からやるべきか迷ったから、実績を見とるけど、いろいろあるね。土鍋に、お茶に、柚子に、お酒に。これだけ丁寧な実績表と日本語の解説サイトがあれば、怖いものなしだね。ボタニアみたいにゲーム内で確認できるルールブック的なものがないので、ずっと解説サイトでレシピを見続ける必要はありますけどね。まあ、大抵のモッドプレイヤーはゲーム内でレシピを見られるモッドを導入していると思いますので、さほど苦労はしないでしょう。さて、話を画面に戻しまして、ティーメーカーができました。これに、緑茶の茶葉を使うと、緑茶ができます。おお、中の水が緑になった。ティーメーカーの中身は、ティーカップについで飲むことができます。あれ、もしかしてこのお茶。ティーメーカーの中身によってそれぞれ違うポーション効果が、短時間ですが付与されるようです。もちろん、ティーカップを設置することもできます。いいね。この、お茶系の実績の最後は、アップルミルクティーを作る、というものです。もっと明快周早い。緑茶の茶葉を単体クラフトすると紅茶の茶葉に変わるので、それとリンゴをおろし金でゾリゾリして混ぜます。おろし金は、いろいろな食べ物をペースト状にするアップル&ミルク&ティーの必須アイテムです。ボタニアで言えば、マナパウダー並みの入門アイテムですね。おお、赤いアップルティーの完成だね。これにミルクを入れれば、アップルミルクティー。これをティーカップに継げば、実績解除です。一つのティーメーカーで一度に作れるお茶は、3杯分ですね。隣で一緒に作っとったベリージュースと一緒に、これも飾っておくよ。OK。お茶系の実績は全部埋まったね。次は、かき氷だそれ作るの、結構大変ですよ。でも、かき氷だよ。月ちゃんだって、この間レモン味のかき氷が食べたいって言っとったじゃん。まあ、そうですね。かき氷機を作るには、いくつかの独自アイテムが必要です。その一つが、玉髄の歯車ですね。玉髄。まあ、メノウの親戚みたいな石だと思ってください。火打ち石を4個クラフトしてブロック状にしたものを精錬すると、玉髄ブロックというものができます。青くて綺麗。建築ブロックとしても使えそうですね。この宝石みたいな石で歯車を作るとか、ファンタジー感ある。歯車のレシピは、工業をやられている方ならおなじみ、ひし形に並べる感じですね。実績がどんどん解除されていくぜ。そしてかき氷機を作るために必要な独自アイテムがもう一つ。氷結クリスタル。氷やエメラルドを使った、きらびやかなクリスタルです。めちゃくちゃ綺麗。玉髄の歯車に、エメラルドを贅沢に使った氷結クリスタルに、一体どんなきらびやかなかき氷機ができるんだ。うわ、めちゃくちゃ昭和の機械感。レトロですね。GUI はこんな感じ。下の四角に氷などのかき氷の素材となるものを入れて、上の四角にシロップとなるものを入れれば、右の四角にかき氷やアイスができるというわけですね。なんかちっちゃいのができた。火炎耐性のポーション効果がある。うわぁ、なんかめちゃくちゃ涼しげなキラキラが出てくる。今の時期にぴったりですね。アイスで涼しくなったので、次はお鍋で熱々料理に挑戦です。正直に言うと、ここは標高の高い浮遊島だから、結構涼しいんだけどね。土鍋設置。土鍋はかまどとか、なんかあったかそうなものの上に置かないといけないらしいね。土鍋では、ご飯を炊いたり、スープを作ったりできるそうですよ。とりあえず、簡単におろし金でかぼちゃと牛乳をゾリゾリして、かぼちゃポタージュの材料を作りました。お鍋に右クリックするだけ。レトルト食品製造会社もびっくり、あっという間にほかほかスープの完成です。これを木のボールですくえば、設置も可能ということですね。木のボールってめったに使わないけど、キノコシチュー作る時のあれだね。ほかほかしとって美味しそう。アップル&ミルク&ティーは竹モッドとも若干の連携要素があって、竹モッドのお米でご飯が炊けたり、竹のボールで料理を装うと和風な食器のテクスチャになったりします。
和物大好きな私たち大歓喜だね。あと今日は、鉄板料理をやって終わりにしましょう。鉄インゴットをトロッコみたいに並べて、下にかまどを置いて、鉄板の完成です。バーベキューだ。お肉焼こう？お肉？火を使うので、屋外でやります。おお、なんかちょっと不自然だけど、バーベキューだ。この収録後も一鉄板を放置しているので、中庭に出るたびに炎上しているゾンビに空見してしまいます。できたー。待って、熱い熱い。そや、今鉄板の上に登ってましたもんね。やけどもしますよ。熱い熱い熱い。死んじゃう死んじゃう。あやめはバーベキューになってしまった、みたいな深夜だよ。ふぅ、用意しててよかった無限水源。ビフテキ設置。分厚い。私もこんなに分厚いステーキ食べたい。ゲーム内でならいくらでも食べてください。ただ、連続して食べると、ステーキが喉に詰まって窒息ダメージを受けるそうなので、気をつけてくださいね。ゲーム内でなら？さて、今回はここで終わりです。次回は、もう1パートくらいアップル&ミルク&ティーニをやりましょうかね。最後になりましたが、エナミレン様、かき氷ミリアン様、リケス様、モッツ様、味噌スープ様、藤枝様、霧のりそうめん様、パート20の広告、モッツ様、リケス様、藤枝様、クリフ様、かき氷ミリアン様、九条明様、パート21の広告、ありがとうございました。前回紹介を忘れてしまったため、まとめての早口紹介で申し訳ありません。いつも、再生、コメントなどしてくださる皆様も、本当にありがとうございます。それじゃ、今回も最後までご視聴、ありがとうございました。バイバイ。